知らない街、とりわけ知らない都会に来るとワクワクするよね。ということで、そのワクワクを体験していただければと、いろんな街の雰囲気や街並みを紹介している当チャンネル。今回はですね、石川県は金沢市に行ってみましょう。今回ですね、撮影時間が夜かつ土曜日ということで、少し映像暗めなのでその点もご了承ください。まあ明るい映像に関してはまた来る時の理由作りという感じで考えておきましょう。そしてですね、今回石川県金沢市ご紹介していくんですけど、金沢はね、それまで都会の街並みとかあんまり意識してなかった僕がですね、人生で初めてその人口と街並みのギャップがすごくて、想像以上に都会で本当に驚いた街なんですね。そんな金沢市、どんな雰囲気なのか早速見ていきましょう。今回はですね、 JR 金沢駅を起点に金沢市内の路線バスの多くのですね、主要ルートでもあるこの青色のラインですね、この上を街歩きしていきます。金沢駅を起点に途中ですね、近江町市場がある武蔵ヶ辻、そして繁華街である香林坊であったりとか片町、この辺を通って広小路というバス停の付近まで歩いていく、ここがゴールですね。全長で 2.56 キロくらいだったかな、それくらいのちょっと長い道のり、街歩きをしていきましょう。それでは金沢駅からですね、交差点を曲がる手前のところ、武蔵ヶ辻、近江町市場があるところまで向かっていきましょう。まあまだここはメインじゃないかな、余興あたりかなみたいな風に思われた方正解でございます。そしてですね、こちらが金沢駅周辺なんですけど、あれ？なんかまだ余興にしてはね、金沢駅周辺ですでに結構都会的じゃんみたいな、結構賑やかな感じがしててキラキラしてて街じゃんみたいな風にね思われた方もいらっしゃると思います。僕もですね、実際に金沢駅周辺だけを見て、あーすごいなみたいな、あ街だなっていう風にはやっぱり思いましたね。まあ、ただ実際にはこの辺金沢駅周辺っていうのは実際にはホテルとかが結構メインでして、金沢は観光都市ですので実は結構ホテルとかが多くて、どちらかというとホテルが街を明るく照らしてるっていう感じの方が要素としては大きいような気がします。ただそれでもですね、まあ、金沢市って人口が46万人なんですけど、まあ、僕が初めて金沢に行ったのは高校の時の遠足ですね、日帰りで行ったんですけど、あの時にまあ僕の中に人口46万くらいっていうのは分かってたんで、人口40万人台っていうのは分かってたんで、じゃあ人口40万人くらいだったら、まあ、人生の 99% を東海地方と関西地方で過ごしてきた僕からすると、じゃあ人口40万だと、まあ、岐阜市くらいかみたいな感じで、なんとなく漠然と思い描いていったんですよ。で、まあ、金沢も大体そんな感じなのかな、まあ、なんならね、例えば高槻とか大津みたいな、ああいうところは大都市郊外になるから結構マンションとかも多くて拠点制みたいな感じでってのはあるんだけど、まあでも金沢はまあ一地方都市だし、まあそんなにあれなんかな、割と岐阜市的な感じの雰囲気になってくるのかなみたいな感じでなんとなく思ってたら、見事に期待を裏切ったというかね、えマジかみたいな、そういう感じになったんですね。それでは続きですね、武蔵ヶ辻に着きましたので続きの区間歩いていきましょう。ここからが本題です。それではいよいよ金沢市の都心部でもあります武蔵ヶ辻から繁華街である香林坊までとりあえず歩いていきましょう。その後片町のエリアまではまた後でご紹介いたします。こちらがですね、武蔵ヶ辻というエリアになります。画面の左側、道路を挟んだ向かい側になるんですけどにですね、有名な近江町市場があります。あの水産市場ですね。昼間行ったんですけど、割とね雰囲気的には錦ですね、京都の錦に結構近い感じでした。錦市場にかなり近いような雰囲気でしたね。そして人がとにかくすごかった。もう本当にここは京都かってくらい、まあ京都と比べたらまだマシなんでしょうけど、あの本当に人がすごいごった返してまして、あ有名観光地なんだなっていう風に思いましたね。そして画面右側にですねあるのが、これ実は百貨店でして、金沢 M 座という百貨店になります。もともとはね、僕が高校行った時は名鉄 M 座って名前だったんで、多分もともとは名鉄グループだったんでしょうけど、今は名鉄から離れたんでしょうね。そして画面奥側に何やらビル群が見えてきました。都会好きの皆様、お待たせいたしました。いよいよメインディッシュの方に入りましょう。一応ですね、撮影時刻は17時半くらいなんですけど、土曜日なんで、その街並みが暗いっていうのはその辺はご了承ください。ただこちらがですね、人口46万人、金沢市の街並みになります。百万石通りの街並みになります。どうでしょうか、都会じゃないですか、めっちゃ都会じゃないですか。もう本当に多分多くの人がね、思ってたよりは都会だなって思ったと思います。僕ね、今でも覚えてますよ、高校の時あっけに撮られたの。え、これが何、岐阜市にプラス人口5、6万人したくらいの町の町並みなんかってすごく思いましたね。ましてや例えば大津とか高槻とか、まあ、岐阜市もそうですけど、大都市に近い町じゃないのにこんなに栄えてるんだっていうのはすごくびっくりしましたね。まあ、そして僕この百万石通り歩いててね、あのなんだろう、カラスマ通り歩いてんのかなって思いましたね。京都のカラスマ通りですね、あれ歩いてんのかなってすごく思いましたね。なんか雰囲気的にすごく似てるんですよね。
このビル建物が綺麗に結構密に並んでる感じ、整然と並んでる感じ、そして結構道も狭いんですよ。道路もそうだし、あの歩道ですね、まあ、道路あんまりこんな感じで結構歩道も狭くて、でなおかつですね、ビルの中に結構ホテルとかも混じってるんですよ。金沢って観光都市としてもやはり有名ですって、結構僕が行った時すごい観光客来てたんですよ。でホテル、オフィスビルとホテルが混ざって並んでる感じ、なんかもう完全に烏丸通りだなって雰囲気的に思いましたね。まあ、要するに金沢の百万石通りの街並み雰囲気っていうのは、まあ、大都市郊外によくあるあの商業施設とマンションの集まり、マンション街みたいなそういう雰囲気じゃなくて、もうザ大都市、ザ大都会の雰囲気そのものをもう金沢に持ってきたよかのような、そういう雰囲気だっていう感じなんですね。いや、さすが北陸の中心、すごいなって思いましたね。でごめんなさい、あの撮影場所一回ちょっとバックしたんですけど、戻ったんですけど、あの一本ね、まあ百万石通りはすごく立派な感じなんですけど、一本分け道、横道にそれたらなんかあれみたいな、そういう雰囲気じゃんって指摘される方もいると思うんですけど、割とすでに大都市とかでも一本入ったら普通の住宅じゃんみたいな、そういう雰囲気は広がってたりしますよ。それこそ京都とかでも四条通りとかはね立派ですけど、一本横道それたら普通に住宅広がってるみたいな、そういう感じだったりしますよ。まあただあの大都市と金沢の違うところはやっぱり人口の多さとその土地の余裕って面ですよね。それこそ京都なんて土地に余裕が全く持ってないですから、あのかなり建物が密になってるんで、まあ、あんまりそういうのは感じにもしかしたら感じにくいかもしれないですけど、ただあんまり金沢も京都も、まあ、他の大都市とかも一本横道それたらビルないみたいな、そういう感じは割と普通にあったりすると思います。それこそどこ行ってもビル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 って感じなのは東京とか大阪とか福岡とかそれくらいになるんじゃないでしょうか。それでは金沢の街並みですね、オフィスエリアと比べて随分とね華やかでキラキラしてて賑やかな、そういう雰囲気になってきましたね。そう、こちらがですね、とりあえずの目的地、高林坊、繁華街高林坊エリアになります。左手にある建物がですね、これ大和っていうね、まあ、金沢の百貨店になります。そうなんです、金沢ってね、さっきの M 座とこの大和って2つ百貨店があるんですよ。すごいですよね。今地方都市なんて百貨店もあるかないかくらいの、そういう感じになってきてるんですけど、金沢はどうやら百貨店が2つあるようです。そして目の前には東急スクエア、東急ハンズも入ってます。結構ねお店とかもたくさんあって、これだけでもすごいんですけど、画面奥なんかどうやらさらに華やかになっているような、明るくなっているような、そういう雰囲気ですね。そうです、金沢市のこの百万石通りの街並みはさらにこの先にかけてどんどん盛り上がっていくんですね。それではこの繁華街高林坊エリアから次の繁華街片町エリアの方に向かっていきましょう。それでは現在地高林坊ですので、続いて、まあ、すぐ近くなんですけど片町エリアの方に向かっていきましょう。映像さっきの続きです。百万石通りをですね、途中こちら左方向に向かっていくと、左に曲がると兼六園とか21世紀美術館、そちらの方向になります。僕はこのまま百万石通りまっすぐ進んでいきます。こっちがですね、百万石通り歩いてきた側、武蔵ヶ辻方向ですね。そして反対側、こちら側がですね、これから向かっていく方向です。この交差点を境に一気に雰囲気がガラッと変わりましたね。一気に明るくなりましたね。ごめんなさい、僕金沢の土地勘とか全然ないんで、もしかしたら適当なこと言ってるかもしれないんですけど、おそらくもしかしたら今の交差点の雰囲気の切り替わりが高林坊と片町の境界なのかなって思いますね。結構隣接してるんで、片町と高林坊って、もしかしたらそこが境界なのかなと思いますね。高林坊とは一変、高林坊は割と上品な感じでしたけど、こちら側はもう本当に賑やかって感じになってきましたよね。明るくて賑やかで、そしてですね、こういう感じでおしゃれなエリアもあるということで、なんかすごいですね、地方都市でもこういう感じの場所があるんですね。なんか大都市に属してないから、なんかあんまりありなんかなと思ってましたけど、なんか金沢の街はどんどんその地方都市に対する勝手な偏見とか、そういうものをどんどん崩していきますね。地方都市ってよく車社会なんて言われたりしますけど、金沢市ももしかしたらね、車、基本は車社会なんでしょうけど、ただその一方で公共交通機関も結構重宝されてるのかななんて思ったりしますね。ごめんなさい、データとか全く持って見てないんで、すごい適当なこと言ってるっちゃ言ってるかもしれないんですけど、ただね、なんかバスの本数もめちゃくちゃ多いんですよ、この百万石通りとか。特に観光客の影響もあるんでしょうけど、まあ、ゆえに結構公共交通機関も重宝されてるゆえに、こんだけ発展してるのかなと思いますね。まあ、もちろん北陸の中心っていうのもあるんでしょうけど、それ抜きにしてもやっぱり公共交通機関ってところがないと、こんだけ発展しないんじゃないかなって、なんとなく思いますね。さて、もう少し進んでいくと雰囲気もまた少し変わってきましたね。ここら辺まで来るとホテルとか、あとは飲食店が結構メインなエリアになってきますね。ですので、個人的にその高林坊と片町の違いってすごいド偏見ですけど、まあ、高林坊は繁華街、商業施設とかそういうのが集まる繁華街に対して、片町っていうのは、まあ、飲み屋街とか飲食店とかそういうのが多く集まる歓楽街みたいな、そういうエリアなんかななんて思いますね。奥に橋が見えてきたの分かったでしょうか。あちらがですね、金沢市の中心部、都心部の終わり、境界って感じですかね。
さて橋のところまで来て片町方向を望んでいます。いやー、賑やかで都会的な感じがしますよね。すごく楽しいですよね、やっぱこういうところ歩くと。で、橋に対して橋の向こう側っていうのはなんか暗くなってきて、あ、本当にこの橋が教会なんだなって感じがしましたね。実際に橋渡ったら、あ、中心部抜けたなっていう雰囲気でした。という感じで金沢市の紹介これにて終了。またですね、昼間の明るい時間帯とか平日夜の明るい夜景みたいな、そういうのはですね、また撮りに行けたら行きたいなと思っています。とりあえずこの動画はこれにて終了。ご視聴ありがとうございました。